皆さんこんばんは。今日も一日お疲れ様でした。ということで、私は冬が来る前に高山に行きました。イエーイ。今日は美味しいもののたくさん食べようと思います。そしてまずはホテル、今日泊まるホテルに来ました。クリスマス仕様になってる。めっちゃ駅前のこちらのホテルです。見て、クリスマス、かわいいね。チェックインして部屋に入っていこうと思います。うわ、めっちゃベッド大きいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、めっちゃ綺麗じゃん。さあ、ということでお部屋入りました。めっちゃ綺麗だし、全館禁煙だから全然臭くなくて、むしろいい香りする。街に、古い街並みにやってきました。この先に行きたいところがある。ちょっと食べようかな。美味しかったので行きたいところに行きます。見えてきました。さあ、では昭和レトロを感じてこようと思います。行ってきます。匂いする。でかいね。こういうのをガチャって入れるコンビとか、ドンキーコングある。前やったやつかな。テレビが恐ろしいほど太い。ファミコン初めて見ました。これどっち、どっちがどうなの。ちょっとやってみようかな。上の看板とか
レトロって感じですね。なんかもうすんごいガチャガチャしててめちゃ目が疲れた。面白かったな、すごいよ。めっちゃ綺麗だし、橋も綺麗。100円と100円ですけど、今日は3杯いただきます。季節限定、これは絶対飲む。これ飲みます。他は1枚で1杯くらい出てくるそうなので、今日は3杯飲みます。前回来た時美味しかったのはなんか確かこれ飲んだ気がするんだよね。気になるもの飲んでいこうと思います。一杯目はこちらの冷やいただこうと思います。難しい。せーの、よいしょ。え？大きい声出しちゃった。乾杯。いただきます。ああ、甘い。甘い。でもちゃんとお酒だわ。なんかワインみたいな感じです。後味はスッとしてます。美味しい。これをめっちゃ飲んだ。プレミアム、いただきます。茶湯とか美味しい。やっぱプレミアムが一番美味しい。残りはまたね、夜居酒屋で日本酒をいただこうと思います。なんかすごいめでたい。食べ歩きだからな。
ございます。はい、お待たせしました。ちょっとだけ満喫しました。この後はホテルに帰ってちょっと休憩したら飲み歩きに行こうと思います。今日はたくさん飲んでたくさん食べるさあ、ではここまで見てくれてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。